皆さんこんにちは、マリ太郎です。なんかね、最近ね、まつげエクステがね、取れてほとんどなくなってたんですよ。そしたらなんか、コメントとかでね、すっぴんですかとか、誰だかわかんなかったってよく書かれるんでね、そんな顔が、まつげがないだけで違うんだと思って、今日ね、急遽まだ一回も使ってない、今日初めて使った、なんかこんな貼る、なんだっけ、つけまつげ。つけてみました。どうですか？いつもの顔ですか？っていうか私今、頸椎のね、椎間板ヘルニアで、このね、ここの肩のここが、もう毎日ね、包丁が刺さってるぐらい激痛なんですよ。で痛み止めでも飲んでるんですけど、それで、病院にね、首、牽引、こうやって首引っ張るやつ、ぐーって上にぐーって機械で、それに通ってるんですけど、毎日ね、行くのもちょっとめんどくさくて、昨日ね、アマゾンで、ちょっと良さそうなのをね、見つけたんで買ってみたんですよ、これ。首を伸ばすのがいいので、ここにはめて、このマジックテープがね、ついてるので、止めます。こんな感じで。そして、ここにね、シュポシュポがついてるので、これを、シュポシュポすると、ここに空気が入って、どんどん首がね、こう、首長族のように、伸びるんですよ、これ。ちょっと待って、伸びるかな、伸びてきた感じとしても伸びてるの、すごい、うん、すごい、これ首伸びるとすごいなんか気持ちいいんですよ、これ。あ、かなりね、首長族ぐらい伸びてるよ、これ。そう、こんな感じで自分のね、ちょうどいいところで止めて、こうしばらく過ごしてると、なんか病院で上からこう吊って、牽引のと同じような感じでここが伸びるので、ちょっと今日からね、しばらくこれをやってみます。というだけの動画でしたけど、はい、今日はこれの、シュポシュポのネックの紹介でした。では、また！バイバイ！